味噌煮込みうどん食べるのか、エビフライ食べるのか、手羽先食べるのか、ひつまぶし食べるのか、米田コーヒーに行くのかというところでですね、リフレッシュしていただいて、お疲れ様です。 KT です。今日は4月の25日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、というわけでですね、本日はまあ試合展開もね、ちょっと残念な試合展開結果となったこともありますし、ちょっとね、ここ数日喉の調子がねあまり良くないということで、いつもよりトーンの方を抑え気味で喋っていきたいなというふうに思いますので、ご了承の方をよろしくお願いいたします。季節の変わり目ですね、皆さんも体調管理の方を気をつけてください。はい、ではね、本題の方に入っていく前になんですけども、繰り返しになりますけども、業務連絡の方からねさせていただきたいなというふうに思います。4月の28日今週の日曜日、バンテリンドームでの、中日ドラゴンズとの試合ですね、まあ、そちらの試合の開始前、スタメン発表、カープのスタメン発表が、終わった後にですね、ちょっと皆さん集合していただきたいなというふうに思いますんで、ゲート2のですね、通路で行くと35、36番通路付近のですね、まあエスカレーター等があるんですけども、まあその邪魔にならないようなねスペースで、私待っておりますので、邪魔にならないスペースじゃなくても、邪魔にならないぐらいのね、人数しか集まっていただけないかなというふうに思っているんですけども、まあその辺でね、赤いリュック背負って、いつものね派手な方の帽子をかぶって突っ立ってようかなというふうに思いますんで、ぜひねバンテリンに来られる方は、そちらの方に来ていただきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで本題の方に入っていきます。4月25日、本日はスワローズの、ね、試合で、まあ、昨日雨で流れたということもありまして、前回のマツダスタジアム同様ですね、2試合の試合、2つの試合で、ね、終わってしまうというところで、2つ勝てば、ね、こう勝ち越しというところで気持ちよかったんですけども、まさかのサヨナラ負けということで、連勝の方もストップしてしまいました。はい、これですね、また再び借金生活突入ということなんで、まあ、またね、一から頑張っていきましょうということで切り替えてやっていきましょう。そんな中で今日はね、素晴らしいニュースといいますかね、ありました。二俣選手、はい、プロ入り初ホームランということで、先日のジャイアンツ戦でですね、プロ入り初ヒットを打って、アピールに成功して、今日はね、掴んだチャンスということで、1打席目でしっかり結果を残してくれました。まあ、昨日の動画でですね、ワンチャン今日は高橋奎二投手左ピッチャーということで、スタメンもあるんじゃないかなというふうにね、半分ないだろうというような思いも持ちつつね、二俣選手スタメンどうかなというような動画を出したんですけども、スタメン発表ね、見て、二俣選手入ってる時ね、ちょっと興奮しましたね。はい、めちゃくちゃ嬉しかったです。そんな中でね、1打席目でいきなり決めてくれるということで、素晴らしい活躍になったと思います。まあこれでね、日曜日のバンテリンが松葉投手じゃないかというふうに言われておりますんで、まあそこでのね出場も約束されたかなというふうに思いますんで、まあ静岡県出身ということで、そのお隣の、愛知県名古屋市でのね試合にスタメン出場していただいて、地元の家族、親戚、友人等のね目の前でまたねいい活躍見せてくれると、嬉しいなというふうに思います。二俣選手本当におめでとうございます。はい、というわけでね、今日の乱打戦について振り返っていきたいと思います。まずはピッチャーのところ、ハッチ投手ちょっとねやってしまいました。初回ですね、ここはまあなんとか無失点で切り抜けるものの、2回ですね、2点のリードをいきなり吐き出すという形になりました。まあ吐き出すどころがですね、6失点かな、1イニングで6失点というところで、オスナ選手に満塁ホームランを打たれるというところでですね、もういきなりね2点を、ひっくり返されるという苦しい展開になってしまいました。でその後ですね、まあ3回、黒原投手ね、これスパッと、スイッチしました。まあ打順の巡り合わせもあって、ハッチ投手のところね、代打を送ってというところもあったんですけども、珍しくね、この3回から2イニングで先発投手を見切るというような感じがありましたんで、まあ、ここの決断がね一つこの今日の、ゲーム、カープのねペースに持っていくいい判断だったんじゃないかなというふうには思います。今までだったら、ね、もう一回立ち直るまで、待つというような姿を見られたんですけど、今日はスパッときました。まあ、昨日もねお休みだったですし、明日もねお休みということで、日程的な余裕があるということで、まあ、中継ぎフルドできるという環境もあったというところはあるんですけども、こうやってねちょっと状態が悪そうなピッチャーをスパッと変えるというのは一つねベンツの大事な決断だったんじゃないかなというふうに思います。
はい、でまあこういうねちょっと乱打戦ということで、初回からね点が入ってカープが1点1点で、スワローズが6点ということで、さらにカープが2点を取り返してという展開だったんで、なるべく早くね相手チームに0点を並べさせたいというような展開で、黒原投手がしっかり3イニング無失点で抑えてくれたということで、まあこの時点で5回を投げ終えておりまして、ゲームの方もね 1,2,3,4,5,6,7,8対6で、6回の表終わって、8対6ということで、黒原投手に勝利投手のね、権利がつきました。で3イニングではあるんですけども、まあ先発投手がね崩れて3回から急遽登板というところでしっかり無失点に抑えてくれたというピッチングを考えますと、十分に勝利投手のね、価値に等しいピッチングをしてくれました黒原投手だったんでね、このまま勝たせてあげたいなというところだったんですけども、8回に同点に追いつかれて、勝利投手のね権利というのは失う形となりました。はい、そしてその後6回ですね、中崎投手、ここねちょっともったいない失点がありました。塩見選手かなにツーベース打たれて、進塁打で、3塁ね行きましたんで、2アウトまで行ったんですけども、2アウト3塁かという形だったんですけども、まあチェンジアップかなフォークボールかな、ワンバンということになって、坂倉選手がねちょっと横に弾いてしまった隙に、塩見選手がねホームを落とし入れるというところがありましたんで、まあ中崎投手はね本当に攻めることはできないんですけども、坂倉選手もね、まあ真下に落としてほしいところではあるんですけど、結構手前でねワンバウンドしたというところがありますんで、まあ後ろに反らしたわけじゃないんでね、あんまり攻めることはできないかなというふうに思います。どうやってもですね体のこの、お腹ら辺でね、こう受けるようにブロッキングすればですね真下に落とすことはできるんですけども、ワンバンしたところが結構手前ということで、どうあがいてもこの辺でしかね、ブロックすることができないということで、ちょっと硬いところに当たってしまって横に弾くという形でね塩見選手がホームインしてしまったんで、まああれも坂倉選手を攻めるのはちょっとこっかなというような感じはしますね。あのままですね、手前の方でワンバンしますと、そのままスリップしてねあまりバウンドせずに、後ろにね行くということもありますんで、手前の方でワンバンしたからといって腰を上げてブロッキングしてね、お腹に当てようということもできないですし、下もケアしながら上に上がってくるって分かっている上でブロッキングに行ってるんでね、まああれが精一杯だったんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあただあそこの1点がね結構後々に響いてくるというところになりましたんでね、まあ8対6から8対7になって、島内投手にバトンを渡していくという形になりましたんで、あそこがやっぱりね、はいという形になっております。でその後ですね、矢崎投手かな、7回は矢崎投手にスイッチしてということで、まあ1点差になっておりましたんでね、ちょっと心配しておりましたけども、まあ村上さんから始まる打順、しっかり抑えてくれたと思います。三振、サンタナさん、ここもねヒヤッとしたんですけども、ライトフライで山田哲人選手をショートゴロに抑えるということで、村上選手の時はね3ボール0ストライクというところまで行ってからですね、まあフォアボール出したとしても矢崎さんがね投げてる時に関しては先頭のフォアボールをそこまで気にする必要はないんですけども、そこからしっかりね三振に打ち取るということで、矢崎投手はしっかり0点の1点差をね保ったまんま0点に抑えていただいて次につなぐという形が取れました。でその後ですね8回同点で島内投手ね同点に追いつかれてしまいました。まあ同点で抑えたといえばそうなんですけども、同点にされたことが本当にね痛かったというところで、先頭のですねここが長岡選手かな、センター寄りの左中間の当たり、秋山選手ダイブを及ばすということで、ちょっとねダイビングが中途半端になったかなと、膝からいったんでね追いついてはグローブに当てているので追いついてはいたんで、本当にスーパーマンジャンプでね、行けばですねひょっとしたら秋山さんのね誠実からしたら取れたかもしれないんですけど、やっぱり人工芝ということでね怪我するのも怖いですし、ということでちょっとワンクッションあるような飛び方ジャンプをして、取ることができなかったというのでね、ちょっと残念なところはあるんですけど、まあカウント不利にしてねああいうところにいいバッティングされたというところで、島内投手の、悪さだったかなというふうに思います。でその後ですね中村さんにしっかり送られてワンアウト三塁を
作って、代打の神様、スワローズの神様ですね、カープでいきます松山選手ですけども、スワローズの代打の切り札川端選手にヒットを打たれて追いつかれるということになりました。まあその後もね、ちょっと丸山選手にフォアボール出したりというところで塁上にぎわせたんですけども、盗塁も決められたかな、岩田選手に盗塁決められてというところもあってね、ピンチを作ったんですけども、まあそこはなんとか切り抜けてということで、オスナさんがね、結構ベースの手前ぐらいでワンバンするたまにね、手を出してくれてというところで、助かったは助かったんですけども、まあ、しっかり同点のまま、終えるということができましたんでね、まあでもね、勝ちパターンである以上やっぱりね、リードしているときは、リードを保った状態で、次にね、繋いでってほしいなというところはあります。はい、ということで、もうちょっとね、残念な8回だったというふうに思います。で、9回ですね、まあここはですね、栗林投手を攻めることはできないのかなというふうに思います。まあ去年はね、ちょっと結構こういうところで打たれたということはあったんです。今年に関してはね、栗林投手本当に頑張ってくれておりますんで、今日の試合栗林投手を攻める人はいないんじゃないかなというふうに思います。で、同点で9回に入っていきますと、ビジターで行くとやっぱりね、クローザー、守護神、ストッパーというような存在はリードした後に投入するというのが結構ね、通説となっているんですけども、カープはね、結構リードを同点で9回の裏かのビジターの時はですね、栗林投手を登板させるというのは結構ありまして、まあ今日に関しては打順的にね、4番の村上選手からというところもありますんで、まあ今日に関してはね、仕方ないかなというふうには思うんですけども、まあ仮にあれが下位打線からのスタートでも、カープの場合は、栗林投手から行くんじゃないかなというような気はしておりまして、それはですね、やっぱりブルペンでね、何回も準備させるのが嫌だという方針があるみたいで、8回の時点でね、リードしていたということで、まあ、9回のために、栗林投手準備をね、していたというところでですね、まあ、同点に追いつかれたからやっぱりね、1回、落ち着こうかと、で代わりにじゃあ増田投手行くよみたいな感じにさせるよりは、もう9回栗林投手で行くというふうに1回決めたから、もうそのまま栗林投手行くよという感じになっているのかなというふうに思います。まあ、これでね、史上最速登板試合でのセーブまでね、またちょっと無駄な登板を使ってしまったということになりますんで、次回はね、ぜひともセーブシチュエーションで、栗林投手を投入できるようにね、してあげてほしいなというふうに思います。はい、そしてその栗林投手なんですけどね、対村上選手に対してはもうほぼ完璧なね、ストレートで打ち取るというような形で、まあ、初球変化球で入って、その後ね、まあ、変化球も使いながらなんですけど、最後はね、もう本当にバットがボールの下を振る、それもボール1個2個分ぐらいね、村上選手のバットが空を切るというような形でね、今日のまっすぐは大丈夫だろうというふうに思っていたら、そんなの関係ね、ドミンゴ・サンタナ選手かながライトスタンドで放り込むということで、あれもね、なんていうんですかね、振り遅れてるように見えていい形で捉えてるんでしょうね、きっとね。はい、見た感じ振り遅れて引っ張りに行ってんだけど、振り遅れてライト方向にね、強い当たりが行く、そしてそのままスタンドインするというバッティングだったんで、まああれは本当にね、外国人ならではの、パワーなのかなということで、まあ栗林投手ちょっと残念ではあったんですけどね、まあ栗林投手打たれてね、敗戦投手は栗林投手であるんですけども、今日の敗戦理由というのはそこではないのかな、そこではないというふうに思いますのでね、栗林投手また、明後日以降もね、頑張っていただきたいというふうに思います。で、その後ですね、もうすぐ神宮球場なので、ベンチからね、道具を持って、レフトスタンドのね、通用門から出ていくというところなんですけども、まあそこがね、しっかり映し出されておりましたけども、記者の質問に対して、丁寧に答えているという姿がありましたので、その辺はね、やっぱり人間として、栗林として改めて、素晴らしいなというふうに感じました。はい、ということでね、ちょっと残念なピッチャー陣、残念とはね、まあやっぱり先発がね、試合を作れないと、ちょっと残念な結果にはなりますね。はい、そしてその後野手ですね、見ていきたいと思います。初回ですね、いきなり采配ズバリということで、まあ左ピッチャーがね、今日はね、高橋奎二先発ということだったので、まあ右バッターがね、多く並ぶだろうというふうには思っていたんですけども、いきなり一番上本さんというのはさすがに予想しておりませんでした。まあそういう意味でいくとね、いきなり采配ズバリということで、上本選手がセンター前だったかなでの出塁ということで、采配がはまりました。はい、でその後ですね、まあ菊池選手がなんとか、セカンドゴロかなで進塁だと
というところを作りまして、野間選手のタイムリーで幸先よく先制するという形になりました。はい、でその後2回はですね、ここも采配ズバリということで、まあ、昨日の動画でもですね、私あの二俣選手スタメンあるかなというふうにね希望を込めて喋ってたんですけども、まあ、まさかね本当にスタメンに起用してくれるというふうには思っていなくてですね、よくやってくれました。はい、ということでその起用した二俣選手がいきなりプロ初ホームラン初打点とねいうところでホームランを打ってくれまして、ここもね采配ズバリというところでね、初回2回までは本当にいい形で立ち上がっていきたいのかなというふうに思います。ただこの時点ですね、私まだお仕事の方をしておりまして、二俣選手のホームランリアルタイムで見ることができなかったっていうのは本当に残念だなというふうに思います。で高橋奎二投手とね、あのおそらくカットボールだとは思うんですけども、そんなにね甘い球でもなかったと、インコースに結構食い込んでくる球でね、うまくこう体を回転させながらちょっと詰まらせながらっていう感じですかね、あのあれをマシンで捉えてしまうとあのファールゾーンにね行ってしまうんで、ちょっと詰まらせながら手に一番いい感触が残るとかですね、マシンに当たるとね全く手に感触が残らないんで、ちょっとなんか力が伝わるぞっていうようなね感触が残りつつの捉え方で、フェアゾーンにね入れたまんまスタンドインさせるということで、まあ芯に当たればねもっと神宮球場なんでもっともっと飛んでいるというふうに思いますんで、やっぱりあのあたりをね若干詰まらせながら、あえて詰まらせながらファールにならないように、運んでいったというふうにね、パワーとそれから技術の詰まった、ホームランだったというふうに思いますんで、二俣選手ねまたバンテリンでもね大きいホームラン、期待しております。まあホームランじゃなくてもね、あのチームに貢献する活躍を期待しております。はい、そして3回はですねまたあの6点取られた後ということで、ちょっと嫌なムードで、1点でもねここで取り返すことができれば反撃ムードができるぞと、まだまだカープ諦めてないぞという雰囲気が作れる中で、菊池選手がツーランホームランということで、すぐさまね2点差に追いつく、近づくことができたということで、これは大きいねホームランだったというふうに思います。で先頭のね宇草選手、ハッチ投手に代わって出て、フォアボールでしっかり出塁して、よしここでねやり返すというところで、上本選手のところでね進塁打にもならずということで、やっぱりちょっとね嫌な雰囲気かなというところで、菊池選手がホームランを打って4対6というふうにね、差を縮めることができましたので、非常に意味のあるホームランだったというふうに思います。はい、そしてその後は4回はですね2アウトからですね矢野選手が10球粘ってフォアボールをもぎ取るというところで出塁します。まあこの時点で本当にね十分な働きだったんですけども、まあここでね次の回、バッターあのピッチャーで打順を終えることができて、4回なんで5回は1番から攻撃がスタートできるということで、そういう意味ではね、十分役割を果たしてくれたんですけども、黒原投手がしっかりね、打ち返して、サンタナ選手ちょっとねあそこはかわいそうでしたね、正面と被ってしまってということで取ることができず後逸してしまって、ファーストランナーの矢野選手が一気にホームインということで、まあ記録上ね三塁打にもなっておりますし打点もついておりますんで、素晴らしいバッティングだったというふうに思いますけども、スワローズからしたらねちょっと不運な当たりだったのかなというところですね。はい、というところでですね、まあ、あの1点を追加して、2点を追加か、ちょっと待ってくださいね、ここは2点を追加しておりますね。はい、ということで、その後も続いたんですね、上本選手がデッドボールで出塁して、菊池選手がショートへの内野安打で1点を追加して、一挙にこの回ね、2点を取って、1、2、3、4、5、6、6対6の同点に追いつくという展開になりました。で5回ですね、今度はここはもう唯一の三、この試合の唯一の三者凡退ということで3人で抑えられまして、さらに続けていきますと6回ですね、ここは先ほどホームランを打ちました、1打席目でホームランを打ちました、二俣選手がここは価値のある、フォアボールということで、この時点では同点のところでですね、先頭をなんとか出塁してほしいというところで二俣選手がフォアボールを選びます。素晴らしいです。はい、そしてここからね、采配ズバリが3本目というふうになります、代打の秋山選手ということで、まあ、6回なんでね、まだなんですかね、ここ一番の勝負どころではないといえばないというところで、秋山選手を代打で送りました。まあ、松山選手がいるからということでね、秋山選手を送れますし、まあ、二俣選手のところでね、守備からまた秋山選手そのまま残せるというところでの選択だとは思うんですけども、まあ、先発のね、高橋奎二がマウンドを降りているというところもありまして、秋山選手をね、ベンチに置いておく必要はないというところになって、チャンスで秋山選手を使うことができたということで、采配ズバッと決まった3ケース目ですね。はい、
そして、まあ、彼のね、本来のこう、芯で捉えたね、鋭い当たりではなくてね、ちょっと詰まってはいたんですけれども、勝負強い、バッティングを見せてくれまして、1点を追加して、これで、8点目になるのかな ?7 点目になるのかな、はい、ということで、秋山選手のヒットで、追加点を挙げております。で、合ってますよね。はい、ということでですね、いい流れで来ていたんですけどね、ここは、そうですね。はい、で、その後もですね、野間選手のタイムリーがありということで、まあ今日は大丈夫かなと、これでこの時点では2点差かな、8対6ということになりましたんで、もうちょっとね、ダメを押していきたいというところはあったんですけど、まあそれでもね、一時4点差まで広げてられた中で、2点差にひっくり返すことができたということで、素晴らしかったというふうに思います。で、その次かな、7回かな、ここがね、ちょっと自分の中で今日唯一のね、反省ポイントかなというふうに思っておりまして、7回で1点リードの場面でですね、で、ノーアウトでランナー1塁に出塁します。小園選手が内野安打でサードの、ね、村上選手の勝負、リクエスト、覆らずセーフのままということで小園選手がノーアウトでランナー1塁出た中で、5番坂倉選手それから、代打の田村選手という風につながっていくところで、まあ、矢野選手は、ね、ほぼ、勝負、ここも粘ってか、はい、フォアボールをもぎ取って秋山選手を打ち取られというところでここが、ね、ちょっと何の作戦もなかったっていうのが、ね、ちょっと残念かなんで、まあ、坂倉選手というところなんで、まあ、好きに打たすっていうのはね、まあ、ありっちゃありなんですけど現状そこまで状態が良くない、今日も試合終わって1割9分3厘ということなんで、まあ、1点のリードというところだったんで、まあ堂林選手にね、バントをさせるくらいなので、ここは坂倉選手にもバントもしくはエンドランなんかでね最低限進塁だというような形をとってねカープの流れをね掴んどいてほしかったなというふうに思います。ノーアウトでランナー出したにもかかわらず無得点に終わった、逆にスワローズ側の立場でいくとノーアウトでランナーを許してしまったけども、無失点で切り抜けることができたということでちょっとね、流れの方が悪くなるかなという感じがしましたんでね今日唯一の、ちょっと言いたいなというところはこの7回の攻撃だったということです。で8回も同様に1点差の状態でノーアウトでランナー出したんですけども、それも活かせずということで、ここでね代打の切り札松山選手が、登場してズバリ采配ホームランかというところでね一気に2点追加かというふうに思ったんですけどもファールということでまあ VTR 見る感じファールだったかなというところもありますね。まあこれは仕方ないかなというふうに思います。まあただね、その後シングルヒットでつないでということでまあ打点はつかなかったんですけども、しっかりね仕事の方をしてくれております。はい、ということで松山選手も頑張って、なんとかねもうちょっと追加点を取りたかったんですけどとりあえず、次の裏のね8回の裏に同点に追いつかれるという形になりました。で追いつかれた後ですね9回もう1回勝ち越しだというところでワンアウトから、石原選手が、ライト前ヒットということで10割打率10割ですよね今キープの方をしております、石原選手はい、1割ね、10割キープしております。で、本当にね、バッティングカウントからね、振りに行ったスイングっていうのはね、本当に素晴らしいスイングだと思います。で、追い込まれてからね、ちょっとコンパクトに、しっかりボールを引きつけて、右方向へという意識で、ライト前を打っておりますんで、石原選手、これね、第3捕手というよりは、右の、代打の切り札的なね、ところまでちょっと、ポジションを上げていくんじゃないかというぐらいね、いいスイングをしておりました。はい、そしてその後ね、ワンアウトながらその石原選手に変えて葉月選手をね、ダイソーで送るという作戦を取ったんですけども、まあ、葉月選手を送ったからにはですね、あっさりバントっていう作戦ではなくてですね、盗塁とかもしくはね、そういう感じで動いてほしかったなという感じはします。で、ここでバントで行くんであれば、久保選手もね、ベンチに入っているんで、まあ、どちらかというと、バントで行くんだったら久保選手の方が良かったのかなと。で、盗塁でもう一か八かで勝負するという時に葉月選手を出してほしいですし、ここのケースもね、まあ、同点なんでね、アウトになっても仕方ないというぐらいで、盗塁仕掛けるね、感じでダイソーを出したのかなというふうに思ったんですけども、送りバントでね、二塁行くという形になりました。で、その後は、上本選手なんで、9番か、代打で出た、ちょっと待ってくださいね、画面がどっか行っちゃった。
はい、秋山選手のところは申告敬遠というところでね、1番の上本選手勝負になったんですけども、まあいいバッティングだったですね。あのライト正面についてしまって、得点することができずということで9回の表を終えました。はい、でその後、まあ、あの皆さんご存知の通りね、ちょっとサヨナラホームランを食らってしまったという形で試合の方が終わっております。残念でした。はい、ということでね、本日の試合もう一回まとめていきますと、このゲームがね、始まる前、カードが始まる前なんで、木曜日、火、水、木なんで、月曜日かの日に行ったんですけども、ノーガードのね、打ち合いだけは避けようというふうにね、言っていたんですけども、まさかのそういう展開になりました。まあ、改めてね、床田投手の素晴らしさというのをね、感じた試合にはなりましたけどね、この打線をね、あんだけスイ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 抑えた床田投手、やっぱりすごいなというふうに思いました。まあ、やっぱりね、こういうノーガードでの、打ち合いというのはね、ヤクルトスワローズの得意とする形なんで、最後は、お得意の、長距離一発で、決められてしまったということです。で、8投手2イニングでね、ノックアウトという形になりますんで、おそらく明日抹消なのかなというふうに思います。現時点で報道出ていたら申し訳ないんですけども、今ね、撮影している段階ではそういうはっきりした情報出てない段階で言っております。8投手を抹消して、黒原投手もね、今日3イニング投げましたんで、まあ明日のお休みと、もう1日バンテリーの初戦ぐらいもね、お休みにして、その間ケムナ投手をベンチに入れてという感じで対応していくのかなというふうに思います。なので、黒原投手は登録したままベンチ外にして、ハッチ投手を登録抹消という形にするのかなというふうに思います。で、黒原投手ね、2日休養というふうに今言ったんですけど、ワンチャン来週の先発もね、今日のピッチング見て、でハッチ投手抹消すればね、来週のローテ開きますんで、黒原投手がそこで登板するか、もしくはアドゥア投手が上がってくるか、もしくは玉村投手もね、アピール続いておりますんで、その辺の3人の誰かが来週ね、ハッチ投手の代わりの先発というところを任されるんじゃないかなというふうに思っております。はい、でカープの助っ人はですね、シャイナーさん、レイノルさん、ハンさん、ハチさん、これで4名すべて1軍にいないという形になります。一方でスワローズ、オスナさん、サンタナさん、エスパラさん、まあ、あとサイツイングさんもちょっとね、勝利に恵まれていないというところなんですけど、スワローズは非常に外国人が、機能しているということで羨ましい限りでございます。はい、でカープはね、一方でこの4人で約4億円ぐらいかな、使っている中で誰も機能していないということで、ちょっと残念でありますけどね。はい、まあそこは日本人で乗り切るしかないということで頑張っていきましょう。はい、でゲームが8対9ということで、ルーズベルトゲームは超えてしまってね、最も面白いゲームではなくなってしまったということでね、もうサヨナラ負けしてるんで当然そうなんですけども、はい、でまあ結果的にね、8対9ということで大味な試合展開になりましたけど、やっぱりね、途中でも言ったんですけども、ああいうワイルドピッチ、パスボールなんかで1点をね、与えてしまいますと、そういう1点が、重くね、のしかかってくる。でスワローズで行くと、サンタナ選手のね、まあ正面に被ったんでミスではないんですけども、ああいうところの1点がね、終盤実に重くなってくるというところですね。まあああいう、まあ仮にね、あの正面に入ったやつをミスだとしたら、そのミスを帳消しにする、サヨナラホームランということで、サンタナ選手お見事でございました。はい、ということでね、まああんまりブチブチ言っていても仕方ないんで、明日1日お休みもありますので、そこでしっかり切り替えて、味噌煮込みうどん食べるのか、エビフライ食べるのか、手羽先食べるのか、ひつまぶし食べるのか、米田コーヒーに行くのかというところでですね、あのリフレッシュしていただいて、バンテリンでもね、ドラゴンズに備えていただきたいなというふうに思います。私は27、28、共に現地に行きます。で、28日は皆さんに集合していただきたいというふうに思っておりますので、どうぞのようによろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、ちょっと、残念な結果となってしまいましたけども、そんなの関係ねえ、やっちゃうやということで終わります。ありがとうございました。失礼します。